こんにちは、ハイエンドです。フェイク占領の S やっていこうと思います。このマップ珍しいんだよね。あんまりこの部屋立ってることないんで、ちょっと楽しんでやっていこうかなと思います。で、MP7 使っていきます。あんまりね、なんか準備してないんで、今日1回目のゲームなんでね、全然準備ができてなくて、スモークとかも買えなくて。まあ、援護兵でね、回復キット使うんで、まあいいでしょう。で、適当に占領しつつ、突っ込んでね、今回もね、証拠にもなく突っ込んで MP7 でぶっ放して無双していきたいと思います。さあ、早速2人キルして、回復を取って。まあ、なんかあんま攻めてこないんでね、突っ込んでいきましょい。1人やって、スモークで見えないんで、裏から回ってやっていこうとするが、2人いたんでやられましたね。じゃあ、あんまり立ち回り的にも良くなかったですね。2人に囲まれたらもう勝てないんで。気をつけていきたいところではあるが、奥に一人今飛んでましたね。さて、おっと、奥にいっぱいいる。なんだこれは。あまり攻めてこないな。これ、モードをあまり、しゃがんで待ってる人が3人ぐらいいるんだけど、それやってたら勝てないんじゃないか。このマップで。おっと、待ち構えられてたやつにヘッドショットされてしまう。おお、なんだなんだ。もう倒してないし、しかも。なんだなんだ、びっくりしたぞ。適当だな。で、今4人で占領してるんで、ものすごい勢いでメーターが上がってますね。目の前の敵を、味方が倒したのかな。おっと、やられた。さすがに無謀だったか。あまね、あの中入っちゃうとちょっと危険なんだよね。あくまで手前で戦ってた方が、多分いいね。ただね、やっぱ突っ込みたいんだよね。敵を倒したいんで。どんどん突っ込んでやっていきましょう。とやられる。まあ、今回もね、ベストキル、ベストスコア目指してプレイしていきますよ。そろそろちょっとスコアの方も稼がなきゃいけないんで、ここでうじうじやりますか。スモークで全然見えないんだが。倒してんのかこれ。当ててはいるが。おっと、一人やった。もう一人。当たってるけど倒してないな。おっと、回復キット使おうとした矢先に、やられてしまう。スコアをね、稼がしてほしいです。もっと奥にいる、奥にいるが、当たらない。一人落ち着いてここで有利ポジションを使って敵を狩っていく。味方がやられたね。右に敵がいる。で、どうしようかな。またスモーク焚いてるな。これ、あのスモークって、ね、こっちが焚いたスモークか。いでででで、ボムが入ってきて、回復していく。で、目の前の敵を倒して、さらに回復キットで、満タンまで回復。おっと、抜かれていく。さて、どうしよう。おっと、目の前に敵がいるんで、適当に撃っていく。で、占領されてるね。おっと、今回初の赤旗になってますね。落ち着いて狙っていきたいが、ちょっとクソエイムしてしまったが、やられてしまった。あ、ちょっと挽回ですね。UAV の偵察が始まりました。おっと、敵はこっち見てないんで、一人二人とやって、もう一人、弾がない。利用として、もっとやられていく。きついな。もうちょっとね、頭に弾を集団させなければ、サクッとは倒せないね。おっと、ですか、見えねえ見えねえ。爆弾で見えねえ。ちょっと一回回復して、有利ポジから狙っていく。もう一人。おーし、一人ヘッドショットしてる。ライフ2だから、回復。これで満タンだね。いや、やっぱこの回復キット強いね。これ一番使いやすいわ。もし、まあ、クレイマーも確かに強いんだけどね。で、一人やっていく。ここでもうね、煙の中でも暴れていきましょう。人に入って、おっと、やばい。リロードして、奥も、どこ見てんだ、君。で、爆弾持ってるやつを、弾がねえ 弾がなくなるまで頑張った。もういいでしょ、したら。さて、次。おっと、右に行きたい敵が。で、奥の敵をサクッと。そこにいるのは分かっている。今いたね、奥の敵。はい、いつもやって。さらに右に溜まってる。君、そこの君、いない。おっと、右の君。奥の君。なんだよ、右の君、奥の君って。やばいやばいやばい、入りすぎた。おっと、ジャンプするが、虚しくも破れてしまう。だいぶ雑になってきたな。まあ今いいよね。
こんなモードでね、これ。さあ、突っ込んで。つか、ポイントがもう1万超えてるな。これは、ちょっと一方的になってしまったか。もうこれ、デスマッチ動画として出してしまおう。で、奥の敵を倒したいが、煙があって見えないぞ。左、いるね。後ろに一人。曲がったとこにもう一人。で、さらに、左に、この右か。右と左の区別がつかない。奥の敵を倒して。なんだこれは無双か。MP7 無双。おっとポイズン。ポイズンショットされていく。あ、なんかスキル使ってますね。あれを避けて。つか、味方のか。さて、ここで落ち着いて。一人やって。もうポイントが溜まりそうですね。ここで敵を出てくるの。待って。終わりですかね。さあ。おっと、爆弾いて、回復して。と、ここで、勝ちですね。まあ、あんま敵側が、後ろの方で座ってたりしてたんで、まあ、大体、勝負の行方は分かってたんですけど、まあ、デスマッチとしてはね、ボコボコ、敵陣に飛び込んでね、ランプできたんで、面白かったかなと。おっと、ベストスコア、ベストキル取れてますね。まあまあ、こんな試合もあります。ってことで、以上です。